朝ドラ「半分青いあらすじ予告」第61話「律に問いただされるスズメ6月11日月放送分危機物語「スズメがさやと大喧嘩した日の夜遅く」「律に呼び出されたスズメは深夜の喫茶面影で律と向かい合いました」「律はスズメがさやと喧嘩したこと」 とりわけ、スズメが、サヤに対して、リツは自分のものだと言ってしまったことを、スズメに問いただしました。スズメがサヤに対して放った、その一言は、リツにとっては、サヤを傷つける一線を超えた言葉だったのです。リツは続けて言いました。もう、子供の頃と、同じようには行かないと。 いつもと異なる様子の律を目の前にして戸惑うばかりのスズメに対して律はついにスズメと律がこれまでの二人には戻れないある一言を言ってしまうのでした。